何か食い物が。いや負けない。見事だ。何を作りたいんだ。また来てくれよな。こんにちは。調査兵団として。感謝するよ。よく来たね。君の噂は聞いてるよ。私はナラバ、こっちはゲルガーだ。一応場数だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。
気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないとただの変人だと思われるよ。お前には兵団拠点の設置任務に加わってもらう。兵団拠点というのはわかるか。次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。死にたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。行ってやれ。この町の中心部に兵団拠点を設営する。総員、準備作業に移る。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。やっ、待て。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控える。いいな。これでできたぞ。やった。その調子でやれ。救援要請か。行くぞ。
前のような匂いのやつはあまりいない。逃げたりしねえ。救援要請か。行くぞ。行ってやれ。ちょっと厳しいな。安全は二の次だ。兵士である以上仕方ないよ。できたぞ。私はここの守りを固めておこう。拠点を頼むぞ。いいぞ、あと少しだ。足りねえな。何とかしてやらねえとな。よし。やっ。やっ。やれた。お前センスがいいな。やっ。
俺はここの守りに徹する。拠点は任せた。見張り拠点の設営は完了したようだな。これで巨人の接近を容易に察知できるだろう。逃げたりして。よかった、無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の設営が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。すぐに任務に取り掛かれ。油断はするなよ。そろそろ作戦に取り掛かるとしよう。救援要請か。行くぞ。かなりの数の巨人がこちらに向かってきています。やれる。元気だぞ。壁外での任務はこれで何度目になるんだろうな。さあね、いちいち覚えてないよ。これが最後の任務にならないよう最善を尽くすんだな。やるんだ。味方が優勢だな。このまま押し込もう。すぐそこまで巨人の大軍が迫ってきています。拠点の設営が完了したようだな。撤退の準備にかかってくれ。よし、これで任務は完了だね。お前いい仕事ぶりだったぜ。兵団拠点の壊滅は作戦の失敗と同義だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。総員撤退。巨人を討伐し、急ぎ退路を確保せよ。倒せたな。そこを守って、奴らを止めて。逃げたりしねえ。負ける。ヤツらに兵站拠点を荒らされる前に迎撃用の拠点を設営しておきたいね。手を貸してくれないか。まずは付近の巨人を討伐しておくぞ。やったぞ。逃げたりしねえ。
とう、助かったよ。よし、迎撃拠点の設営作業に移ろう。やれるか。すごいじゃないか。負け。早く退路を確保せねば。さらに巨人が集まり、兵站拠点が壊されてしまう。兵站拠点に大きな被害が出ている。一刻も早くここを離れるぞ。倒せたな。無事だった。ご心配感謝します。行けます。
給しとこう。お前も言ってくれるか。ああ、了解だ。あ、調子はいかがですか。裏口を叩いてる暇はねえ。行くぞ。撤退せよ。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、ミゲ分隊長。どうした、何か事件か。被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人は？まだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。
兵士の犯行か。で、判事は？しばらく立ち直れないかと。だろうな。やらないといけないんだ。ありがとよ。な、お前か。どうだ、飯まで少し話してかねえか。ああ、さっきまでこいつらとお互いの夢とか目標とかの話をしてたんだ。ああ、早く一人前の兵士になって巨人を駆逐する。そして外の世界を自由に探検する。それが俺の夢だ。私の夢は巨人から土地を取り戻すことですね。そうしたら食料は増えますし、ゆくゆくはお肉も。サシャは本当そればっかりだな。あ、俺にもあるぜ。立派な兵士になって村の奴らを見返してやるって目標がな。で、お前は確か。あなたが団長になったら、もっと兵士に肉を食べさせる制度を作ってくださいね。団長になるとか、やっぱりお前面白いやつだな。それでいろいろな肉料理を。あ、いい匂いがします。そろそろ夕食の時間ですね。お、本当だ、腹減ったな。じゃ、俺たちは先に食堂に行ってるぜ。まあなんだ、お互い夢を叶えられるようにこれからも頑張ろうな。よし、俺たちも飯を食いに行こうぜ。言いたくねえよ。ということだ。
調査兵団として。君には何が見える？敵は何だと思う？いや、すまない。変なことを聞いたな。よう。お前は呼ばれなかったんだな。憲兵団だよ。さっきまで訓練兵全員が集められてたんだ。例の巨人殺しの犯人が立体軌道で逃げたって言うから、僕たちの立体軌道装置も調べられたんだ。結局犯人は見つからなかったけど、君は任務中だったから容疑者から除外されてたんだね。お前はもう調査兵団を手伝ってるんだっけ？また巨人とも戦ってんだろ。すげえよな。俺も二度と巨人なんて見たくねえ。早く所属兵団を決めなきゃいけねえのに。なあ兄、お前は憲兵団だったよな。やっぱり俺もそっちにした方がいいかな。あんたさ、人に死ねって言われたら死ぬの？なんだそりゃ、死なねえよ。なら自分に従ったらいいんじゃないの？アルミ、あんたはどうなの？そうしなきゃいけない理由が理解できたら、死ななきゃいけない時もあると思うよ。嫌だけどさ。さあ、決めたんだ。あんた弱いくせに根性あるからね。兄ってさ、実は結構優しいよね。は？だって僕らに調査兵団に入ってほしくないみたいだし、憲兵団に入るのも何か理由があるんじゃないの？別に、私はただ自分が助かりたいだけだよ。おいおい、お前の意見は？なんとかするぞ。あんたの意見は？降りないね。また私の技を受けに来たの？そうまでしてなんでわざわざ巨人との戦いに不必要な技術を身につけたがるのさ。
へえ、面白いことを言うもんだね。いいよ、この間の技くらいなら教えてあげる。見て覚えて。へえ、見られるようになったもんだ。あんたそこそこ素質あるかもよ。さあどうだろうね。この技がこんなにありがたがられるなんてね。これを仕込んだ私の父はなんていうかな。これからも時間があれば教えてやってもいいよ。いい暇つぶしになるからさ。楽しみだ。さあ行くよ。ついにこの日がやってきたね。待ちに待ったエレンの巨人化検証実験の日が。分隊長、ウキウキしすぎです。そろそろ壁外調査も近いんだし、しっかり検証しておく必要があるよね。てめえのそれは半分趣味じゃねえのか。いやいや、調査兵団としての大切な使命だと思ってるよ。まあ趣味っていうのも否定しないけど、これが人類の存亡をかけた一大実験だってことに変わりはない。エレン、頼むよ。ああ、やれるかわかんねえがやるしかねえ。そういうことだ。さあみんな位置についてくれ。早速実験を始めよう。すみません、巨人になれなくて。いや、エレンは十分頑張ってくれたと思う。君が巨人化できなかったのには何か原因があるはずだ。エレン、君はトロストク奪還作戦で3度巨人化した。最初は巨人の腹の中で、次は駐屯兵団に方向を向けられて。はい、間違いありません。そして市街地の大岩を持ち上げるために巨人化したのが最後です。なるほど。この3回に共通することはいくつかあるけど、中でも着目すべきは何だと思う？そう、私も同じ仮説を立てていたんだ。私は巨人化の能力は
エレンが命の危険を感じた時にだけ発動するんじゃないかと考えてる。ただあくまでこれは仮説であって検証の必要がある。だから次は壁外で実験をしてみよう。おいハンジ、どういうつもりだ。壁外にいる巨人を誘い出してエレンの巨人化を試す。危険だけどこの方法が一番手っ取り早い。しかし壁外での実験を団長が許可するでしょうか。エルヴィンは壁外調査の成果でエレンの有用性を証明すると言った。ならいざ壁外調査に出てエレンが巨人になれなきゃ元も子もないだろ。これは必要不可欠な実験だ。許可は必ずもらえるはずだ。心の準備をしててね。エレンも君も。わかりました。次こそ絶対成功させてみせます。
また来てくれよな。いい品が揃ってるよ。どうも。私に何か用ですか？何のことでしたっけ？もう忘れてしまいましたよ。ああ、私用事があったんでした。行かないと。どうしたの？今の。ねえ、サシャと喧嘩でもしたの？ダメだよ、早く仲直りしなくちゃ。そんなことか。あのバカは故郷の言葉を恥ずかしがってんだ。バカ丁寧なあの喋り方の方がよっぽどうざいんだかな。もう、誰もがユミルみたいに無神経じゃないの。サシャにはサシャの考えがあるんだから。ですか。今度は何でしょう。クリスタたちに聞いたんですね。私がこの言葉で話す理由。知られてしまったなら仕方ありません。お話しします。ユミルが言った通りなんです。私、故郷の訛りが恥ずかしくて、それにずっと村で過ごしてきたから、狩猟のこと以外何も知らないんです。だから周りに遠慮してしまって。けど本当は皆さんともっと自然に接したいんですよ。お願いです。力を貸してくれませんか？ありがとうございます。あなたなら協力してくれると思っていました。あなたがいてくれればなんとかなりそうです。よろしくお願いします。